はい、京都駅前にいます。今ちょっと、ね、肌寒くなってまいりました。ずっとね観光客が増えてきているというのは伝えているんですけれども、やっぱり今日京都に来てみて改めて本当に人が多いなと感じます。外国人観光客、日本人観光客、そして修学旅行生も大変多いです。で今日お伝えしたいのがですね、実はこちら京都の市バスの話なんですね。今こちら D2 と書いてあるところ、33元堂、清水寺、そして祇園などに行くバスが来る場所なんですが、ここ乗り場、今ちょうどバスが来たんで今列はねほぼないんですけど、時間帯によってはここにダーッと50メートルぐらい長い列ができて、そしてバスもパンパンの状態なんですね。今日はですね、この京都のバスが抱えるある特殊な事情を取材しています。新型コロナウイルスの影響も少しずつ落ち着き、観光客が戻りつつある日本屈指の観光地、京都。What did you come here? Why did we come here? Just because of the beautiful architecture. All the buildings and the old temples and shrines and things. They're just very beautiful to look at. That is really nice. Really typical city from Japan. So we are really happy.政府の観光局によると、3月に日本を訪れた外国人の数は181万人を超えていて、去年の同じ月と比べて26倍以上になっているということです。コロナ前のようなインバウンド効果に期待と言いたいところですが、今、京都が頭を抱えるとある問題が。交通機関の混雑です。中でも深刻なのがバスの混雑ということで、京都の玄関口 JR 京都駅では、ここはバス乗り場にできている列なんですが、やはり大きなキャリーケースを持った観光客の方がたくさんいらっしゃいます。バス停にはご覧の通り観光客で長い列ができ、バスの中もこの通りぎゅうぎゅう詰めです。なぜここまで京都のバスは混んでしまうのかというと、地元の人にとっても大切な移動手段になっているバス、そこに外国人観光客も主に移動手段として利用。国内の観光客が使う700円でバスに1日乗り放題というお得なチケットの影響も重なって今の混雑を引き起こしているそうです。この混雑について地元の人たちは、なんか乗りたいバスに乗れないなとか、たまにありますけど、まあ、近くに住んでるんで混んでるなっていう気はしますね。そこで京都市はバスの混雑を少しでも解消しようと、今年の9月でバスの1日乗車券の販売を停止して、新たに地下鉄とバスの1日乗車券を販売、観光客の地下鉄の利用を促す予定なのですが、それを理由にバス乗らなくなるとかってあります？なくなったらとか、なんかあんまり地下鉄が多いイメージが京都にはないので、なんかむしろバスの方がたくさんあって使いやすいと思うので、バスを使うと思います。バスの1日乗車券の販売停止で混雑防止とはいかないようです。これから始まるゴールデンウィークに向けてさらに混雑が予想される京都、これからの混雑解消に向けた解決策はあるのでしょうか。京都はもともとバス文化で、観光客の方聞いていても観光地に行くのに地下鉄ちょっと遠いですよねという話もありました。でそもそもそういった事情でバスに集中しやすいですから、このあと例えば中国の団体客が増えてきたら本当に大変なことになりそうだなというのは今日感じました。で市バスもいろいろ対策はしてまして、例えばライブカメラでお客さんの状況を見て臨機応変にバスの台数を増やしたりとか、あと VTR でご紹介しましたこちらバスの1日券、これを9月でもって利用停止するということなんですね。700円で1日バスどこでも乗れますよというものなんですが、市バスこれを停止するということです。
ただ聞いてましてもこれでもってお客さんの数がバスに乗る人減ればなという京都市の狙いなんですが、これがなくなったとしてもバスに乗りますという方が今日聞いていたらほとんどでした。と言いますのも観光地に来ましたらやっぱり地下鉄に乗ってしまうと外が見えなくなってしまうのでバスに乗りたいという事情があったり、申し上げたように地下鉄がちょっと不便なんで、まあ、700円超えてしまったとしてももうバスに乗りますという話だったんで、根本的な解決にはもしかしたらならないのかなということは感じます。あとまあ地元の方聞きましたらやっぱりマスクを取っていいですよとなったあたりから外国人観光客、日本人の観光客、そして修学旅行生が一気に増えましたと。で例えばこういったバスに乗れなくて1本後ろのバスに乗るということも増えているそうなんですが、まあ、それも含めて京都かなとおっしゃっています。ですからこの観光都市ならではの人には来てほしいけれどもオーバーツーリズムにはなってほしくないという、まあ、京都市ならではの難しい事情というのを今日感じました。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。